1月4日火曜日の全国の天気をお伝えします。冬型の気圧配置が強まり、寒気がさらに南下していきます。北日本や北陸では雪が降り、日本海側を中心に積雪の増加、沿岸付近は特に吹雪による視界不良にも注意が必要です。近畿の北部や山陰にかけても沿岸付近では雨やみぞれ、内陸山沿いでは雪となる恐れがあります。太平洋側の地域は日差しが届くところが多くなりますが、関東や東海、近畿では雲が広がり、にわか雨やにわか雪が心配な空となりそうです。風も吹くため気温の数字以上に寒さを感じられるところが多くなります。特に北日本では一日を通して極寒の体感となりそうです。防寒を万全にしてお過ごしください。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。